こんにちは。美味しいものが食べたい、よしだよ。今日はね、そうめんの、アレンジをやっていこうと思います。ほんなら、いこめやか。はい、今日材料なんですけどもね、こちらが主役のそうめんになります。これね、ちょっと最近お気に入りなんですよ。島原って書いてあるんですけども、これね、値段が安い割にはめちゃめちゃ美味しいんですよ。それとね、今日梅干し、これはね自家製なんですけどもね、今日は2個使っていきましょう。ちょっと酸っぱい麺が食べたいのでね。で、これもね、自家製なんですよ。ベランダ菜園で作ってるその大葉ですね、これ今日は4枚使っていきましょう。あとは、こちらね、ガーリックの、みじん切りの、瓶詰めですね。あとはね、ネギと、それからこれはね、パルミジャーノレッジャーノ、それとね、あとは、これもよく使いますね、僕ね、クバラのあごだしつゆ、それからね、あとはね、オリーブオイルと、それから、粗挽きの黒胡椒、こんなところを使っていこうかなと思っています。はい、まずはね、大葉を刻んでいきましょうか。細切りでもいいんですけどもね、麺とのこう辛みがあんまり良くないと言いますか、逆に辛みすぎちゃって、綺麗に混ざらないのでね、こんなぐらい5ミリぐらい角で、切っていきましょう。はい、次に梅干しなんですけども、ちょっとね、サテライトの、このまな板を使っていきましょう。はい、種はもちろん使いませんのでね。酸っぱ。市販の梅干しですとね、なんかちょっと、妙に甘かったりするじゃないですか。甘いのはね、この料理にはあまり適さないですね。酸っぱい方が僕は合うと思いますよ。はい、これもね、こんな程度、そんなに細かく、切らなくてもいいですね。はい、今日はね、2羽茹でていきますよ。茹で時間が、ね、1分40秒って書いてありましたね。1分40秒ってなんかすごい中途半端ですけども、この10秒がね、もしかしたら、大事なのかもしれないです。時間通り茹でていきましょう。はい、1分40秒経ちました。じゃあこれをね、水で冷やしていきますよ。はい、それじゃあね、スープの方を作っていきますよ。まずはね、こちらの、ガーリックですね。ニンニクのみじん切り、大さじ、大さじじゃない、小さじですね、小さじ2分の1ちょっと多いかな。はい、そこへね、クバラのあごだしつゆですね、これ大さじ2杯入れます。先ほど刻んだ梅干しですね、これのね半分だけをね入れていきます。半分はね、上からトッピングで使いますのでね。で、ここでちょっと軽く混ぜておきましょう。はい、水を 120cc 入れます。はい、そこへね、よく冷やしてあります。これ氷で最終的には締めてね、水気をよく切っておきました。はい、それでね、ちょっとなんか塊になっちゃいましたね、これ。はい、少しこうやってね、面線を整えてやると、綺麗に見えますよ。さあ、そして、こちら大葉ですね、それから梅干しのこれ叩いたやつですね。そしてここへね、ネギも入れていきますよ。はい、オリーブオイルを回しかけます。これね、小さじ2杯ぐらいですよ。
そして最後に、パルミジャーノレッジャーノ、あ、最後じゃないですね、はい、そして最後ね、このブラックペッパーを振っていきます。はい、完成です。はい、じゃあね、早速食べてみます。ね、トッピングのチーズとかね、梅をよく混ぜて食べるといいですね。なんかね、作ってる最中からそうなんですけど、あの梅干し見るだけでこう唾液が出てきますよね。あ、美味しそう、いい香りがしますよ。いただきます。あー、めっちゃこんげん、おいしいものを食べてるときって本当に幸せですよね。美味しかった。梅干しとニンニクと、それから、オリーブオイル。ちょっとね、意外な組み合わせかもしれないんですけど、これめちゃくちゃ美味しいですよ。あの梅干しの酸味とね、ニンニクの香り、それからオリーブオイルの、まろやかさ。もうこれがね、混然一体としてもう本当に美味しい、これ。あの簡単にできますんでね、よかったらぜひやってみてください。はい、いいなと思っていただけましたら、ぜひチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。今日も最後までご覧いただきましてありがとうございました。またね。